毎度大きに今回はグラビアアイドルの蓬莱舞さんを見ていきましょう。彼女の生年月日は2006年1月17日、出身地は静岡県、身長は160センチメートル。蓬莱舞さんですが、JS ガールフェスティバル2016、2017に出演した際に、現在の所属事務所リベラにスカウトされ、大観山コレクション2017や、 ジャパンプロモデルコレクション2018などのファッションショーに多数出演、また、テレビ番組、東京電波女子に出演しました。2022年には漫画雑誌、週刊ヤングジャンプ主催の聖コレ22でグランプリを受賞しました。静岡県出身者の聖コレグランプリ受賞は史上初であったそうです。また、同年12月15日発売の週刊ヤングジャンプで、ソロとして初の表紙、 関東グラビアを飾りました。また、2022年にグラビアや SNS にて注目された美女8人で結成されたユニット、ハネルガールズ2023の一員として、2023年1月4日発売の、週刊ヤングジャンプで表紙、関東、関中、関末のグラビアを飾るなど、グラビアで活躍を見せています。最近では、 2023年2月22日発売のヤングジャンプ13号で表紙と関東グラビアに登場しています。そんなグラビアで今、大活躍中の宝来舞さんですが、現在まだ高校2年生で伸びしろの塊なので、今後の彼女の活動がとても楽しみです。そんな宝来舞さんの今後の活躍を皆さんで応援しましょう。ご視聴ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。バイバイ。